まあ、今年開幕から、振り返ってもらってどうですか？そうですね、開幕戦はちょっと自分の、判断ミスというか、マシンセッティングの方で、自分の走りにからちょっとレベルアップしようとして、ちょっと新しいことをトライしたんですけど、やっぱり自分のスタイルっていうのを出すことができずに、名阪では自分のスタイルを優先してしたマシンセッティングで、走れる、自分の走り取り戻したし、転倒が、結構あったんですけど、転倒がなければ絶対トップになれるっていうことをまず自分でも確認できたし、そういった意味も前半ちょっと調子悪いんですけど、まだの残り16ヒートありますんで、確実に、取って、藤沢菅生と続くんで、得意なラウンド続くんで、この北海道では、表彰台、両ヒートまとめて、後半戦にチャンピオン争いできるように、今プラン立ててるんで、応援してください。北海道 の、 今までのこうエピソードとか良かった思い出とか得意な部分とか、僕の先輩でもある、戸田くんが、3年前事故が、その時に、戸田くんのためにもというか優勝したいなと思った時に、優勝できたラウンドでもあるし、勝てないっていうふうには思ってないんですけど、ちょっとハードパックなかなかあんまり得意じゃないので、確実に転倒なくスタート決めて、北海道は好きな土地なので、ぜひ優勝したいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、もし HRC が復活して、いろいろ課題とかを明確にしてもらって、分析してもらって、そういう課題も克服できたために、結果が出ていないので、その辺ももう一度力で込まないといけないかなというふうには思います。今回の北海道はどうですか？結果には正直がっかりしてますし、納得できないというのもあるんですけど、この結果は受け入れるべきことだと思いますし、現状で結果が出ないということは何か変化させる必要があるなというふうに思っているので、2週間しかないですけど、改善して藤沢に臨みたいと思います。藤沢に向けてどんなふうに取り組んでいきたいですか？この気合が何年って話なんでその辺もっと勝ちに対して強く思わなければいけないんじゃないかなと。この後全日本にお客さんに向けて、PR。 そうですね、正直今の自分の走りでは、レースを盛り上げることはできてないので、その辺自分自身が強くなって、トップ争いに絡めるようになればもっと盛り上がると思いますので、ぜひ見に来てください。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあ今年ここまでを振り返ってください。ここまでそんなにレースらしいレースができてないんですけど、ここら辺からだんだん調子も良くなってきたんで、ちゃんとしたレースをしたいと思ってます。ブランクがあって、トレーニングをしてきたと思うんですけど、どういった取り組みをしてきた？そうですね、基本トレーニングは夜とか外でできない時にやるんですけど、普段バイクには長く乗るようにはしてます。あとは足らない部分、自転車こいだり、走ったりマラソンしたり、簡単な基本的なことで体力作りをしてるっていうところですかね。はい、渡辺選手というとこうハードトレーニングでこうというイメージがあるんですけど、どのぐらい追い込んできたのかなって。いや、そんなにハードではないですやるときに時間がないんでとことんやるっていうのはあるんですけど、自転車とかはずっとローラーの上とかで50キロぐらいの時速で1時間ぐらい動いたり、そういうダイエットを兼ねてやるって感じですね。今回の北海道の、ヒート1終わったところなんですけども、どうでしょうか？
そうですね、ヒートワンは、7番、8番手ぐらいずっと走ってて、ラスト3、4周でパンクしてしまって、結局12位ぐらいになってしまったんですけど、はい、まあ、だんだんレースの感覚も戻ってきたので、ヒート2はちょっと1桁ぐらいで、まあ、間違いなく入れて、ここはリーディングしたいなと思います。あのここのコースは結構得意なイメージがあるんですけど、そうですね、嫌いじゃなくて、全然硬い路面と、まあ、好きな方なんで、はい、ちゃんと走れば一桁にも入れると思うし、まあ、ちゃんと怪我なく走って帰りたいと思います。この後の、第4戦以降の抱負を、はい、そうですね、4戦以降もっとレース感覚戻ってくると思うんで、だんだん入賞から表彰台に上がれるように調子を上げていきたいと思います。今あの餃子の方も順調だと思うんですけど、そうですね、はい、餃子の方もコースで頑張ってっていうよりも餃子の注文の方が多くてあの皆さんにだんだん知れ渡ってきたんで、はい、よかったなと思ってます。ちょっと宣伝しちゃってください。はい、まあ、僕のブログでしか販売してないんですけれども、1個40円で餃子とシューマイも1個50円でシューマイも販売してるんで、よかったら僕のブログを覗いて注文してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今年 の、 あのこれまでの振り返って、はい、とあとまた これからの抱負をお願いします。はい、そうですね、今年から、KTM いて、開幕から2戦戦わさせていただいたんですけど、はっきり全然成績がついてこなくて、なかなか夏のストレーションが溜まってくれてるので、まあ、もっと苦しみなのにもっと良い走りをしていたと思うんですけど、僕の練習不足とかなかなかいい成績が出せない状態です。まあ後半にかけて、この間のメーハンも自体は良かったし、上がり調子でこれから後半に向けて、どんどん順位を上げていければなと思います。はい、頑張っていきます。KTM のマシンはどうですか？はい、すごく佐藤浩司に乗せていただいてるんですけど、軽いし、なんかセルがいいですか、はい、溶けてもすぐエンジンかかるし、マシン自体もリンクレスからリンクに変わって、まあ、乗り心地もよくて、はい、全然違和感なくて、セットアップとかその辺はこう、はい、徐々に良くなってます。そうですね、本当は KIB、ホワイトパワーなんですけど、早速 KIB に出させていただいて、自分好みに出させてもらって、させていただいているので、かなり良い状態です。なんか KTM ライダーになった感覚っていうのは、なんか今までとどう違いますか？いや、特にそうですね、KTM 自身がずっと好きなので、特になるとすごいなんか海外のメーカーに行ってる感じはしないですけど、でもすごく楽しくやれてるんで、はい、いろんなメーカーが好きなので、はい、海外のありがとうございます。ですね、ヒート1は序盤にやっとトップに出れて、その後傭兵がね、ブロックしてくれたおかげでちょっと楽な展開になりました。ヒート2は新井選手がずっと後ろにいて、はい、相当疲れました。でもね、ファンの皆さんがいっぱい応援してくれたんで、取ることができました。ありがとうございます。結構こういう厳しい暑さだとか、はい、厳しいレースで、まあ、勝てたのは今年の自信になるんじゃないかと思うんですけど。そうですね、怪我したら一生懸命ちょっとトレーニングとかしてきたんで、それが身になって、はい、結果に出てきてるはずなので、それが何よりも嬉しいです。北海道での好成績が、はい、まあ、そのままこういつも藤沢につながるのかなっていう感じはするんですけど、今回どうですか？そうですね、得意な石沢と菅生って続くんで、はい、安心してるんですけど、まあ、それ以上にやっぱりもっと努力して、はい、楽なレース展開をしたいんで、皆さんの応援が必要です。あと今回ダンロップの、はい、スタッフの方が、はい、仕事を終わられたということで、ちょっと、はい、そのあたりのことも。そうですね、
ヒート1のコメントはちょっと嘘っていうか間違いで、はい、ちょっと部署が変わって現場に来れなくなるんですけど、やっぱ最後の現場っていうことで、はい、ね、何年間も一緒にやってきた仲間が最後の時にこうやってピッピが取れてすごく僕的にも嬉しかったし、彼も喜んでくれたんですごく良かったです。じゃあ次のですね、はい、今後の抱負、レースの抱負と、はい、あとお客さんにこう、まあ、入場 の、はい、全日本モトクロスの PR を、はい、まあ、参戦終わったばっかなので、もっと気を引き締めて、毎日と毎日と集中して優勝目指して頑張りたいと思います。すごいモトクロスっていう競技はね、迫力があってすごく最後まで何が起きるか分かんないレースなので、ぜひ足を運んでファンの人を見つけてね、モトクロスのファンになってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。